おいっす、キラです。10月5日火曜日、アップデート情報、要点まとめ動画となります。栄光の道、シーズン5開催を含む、激アツアップデート、要点まとめました。こちら栄光の道、シーズン5開催。パール商店新商品多数追加。空虚装備、防御力、情報調整。トーテム250個全員に配布。激アツイベント4種開始となっております。それでは詳細の方、見ていきましょう。まずは栄光の道です。シーズン5始まったということで、気象と栄光の証、新しくなっております。ということなので、まず栄光の道には行ってください。で、15亀裂出ました。出生戦闘力必要なのが9万7000ということで、まあ、若干難しくなってるんで、もしかしたら動画出すかもしれません。続いてパールショップ見ていきましょう。栄光系のやつが多そうですね。まずは栄光の道、ギフトパック。これはまあ、シーズン5の追加入場券と、栄光、あ、でも栄光の証1000個あるの。これ普通に美味しいですね。一番美味しいかもな、もしかしたら。あ、週間購入1のやつもありますけど。ちょっと見てみますか。他。これは追加入場券2個。ハドルのね、やつとか。はい。職人の討伐箱。これはシンプルに、4900で、そして、推薦書が、だいたい、2万から ?2 万、2万8000、2万5000。この辺が、あれなんか、3万とかはあんま出ないってことか。なるほど。まあ、そうですね。まあ、全然買うのは、ありかなと思いますけど、ただまあ、ホットディールとかのやつの方が美味しいっちゃ美味しいですね。スーパーホットディールとかのやつの方が。で、栄光の箱シーズン5。追加入場券がもりもりもらえると。はい。で、栄光のパック、あ、パールのやつか。なるほど。パールのやつは、パール余ってる人だったらこれ全然買っちゃって良さそうですね。普通に、あ、て普通に買っちゃって良さそうっていうか、買った方がいいですね。栄光の証2000個式はこれ美味しいな。普通にこれ買っちゃってもいいかも、パール余ってる人は。で、これですね、これかな。まあ、栄光の証というものだけで見るんだったら、2940円のものと、2980のものが、まあ良さそうかなと。そうですね。気象強くしたいんだったら、この2つが良さそうかなと。まあ時点で他のものになってくるっていうような感じか。で、まあ単純にこれは、職人の討伐箱は結構最近の必要なものが、アイテムが揃ってる気がするので、まあ、需要はありそうだなっていうような感じですね。僕はこのパールのやつだけ買おうかなって思ってます。続いて変更追加コンテンツ。空虚シリーズの防御力上がったみたいです。まあ存在が本当にしてるのかっていう風にね。疑問ですけども。まあまあまあ、現環境に合わせて強くなってくれたっていうことですね。そして、トーテム、250個配布されたとのことです。なんかドロップしない現象のバグみたいのがあったみたいですね。まあまあまあ、別にいいんですけども、250個もらえるから、メールから受領してください。最後にイベントを見ていきます。まずは、栄光の道のシーズン5の、これですね、ミッション系のやつ。まあ、栄光の道クリアしちゃってくださいよと。いろいろあげますとのことです。そして週間出席簿。まあ、ログインすることでいろいろもらえますよと。何もらえるんだろう。7日目と14日目がちょっと謎ですね。ワクワクボックス。ワクワクボックスって何？未鑑定文様やら。ああ、はい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 。技術書やらね。いやー、高原石箱もちょっと欲しいなー。7種のうち1種獲得ですもんね。ワクワクなんだ。ランダムなんだ。なるほど。そして新サーバー専用の成長ミッションみたいなのも来てるみたいです。そして最後、デイリータイムガチャ来ました。ありがとうございます。こちらなんですけども、毎日21時から23時59分の間に5回のみできますよ、引けますよというガチャです。一番の大当たりは、深淵異物箱。もしくは混沌の結晶100個。この辺かなと思います。あとは影の紐10個、カプラスの痕跡5000、防具衣装が、1、武器衣装が1と。まあ、ぶっちゃけ何出ても普通に嬉しいっすけども、まあ、これ獲得できる一例として出てるだけなんで、ボルクスとか乗ってますからね、他にもま、いろいろゲットできるんじゃないかなって思います。ということで、今週のアップデートは軽い！もうみんなでね、デイリータイムガチャ楽しんで過ごしましょう。それでは終わらせていただきます。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。毎日夜9時から12時、YouTube ライブの方で配信しておりますので、遊びに来てください。配信の方では質問受け付けております。お気軽
軽にご質問ください。よろしくお願いします。動画投稿の時間は夜20時を目安に投稿しております。ぜひチェックの方よろしくお願いします。そして月曜日はお休みをいただいております。メンテナンス日と被った場合は火曜日が休みとなりますのでよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。